韓国でとっても人気のブランド、手洗いもできるっていうのがすごく嬉しいポイント。高級感あるんですけれども、価格は1万円台と。こんにちは、スタイルハウス編集部です。今日は周りと被りにくい知る人ぞ知るバッグの第2弾をご紹介したいと思います。今回は1万円から2万円前後の非常に手に取りやすい価格のものを集めてみました。どんなバッグが登場するのか、ぜひ最後までご覧ください。まず最初にご紹介するのはこちらの可愛いカラーのマージシャーウッドという名前のブランドです。今韓国でとっても人気のブランドで、おしゃれな韓国の女の子のインスタとか見てるとよく登場しますよね。そうですね、もうすごく気になってました。これ私も気になってました、うん、とにかくカラバリが豊富でして、ビビットのカラーもありますし、パステルカラーもあって、はい、どの色もすごくおしゃれですよね、はい、本当におしゃれなんですよね、はい、この色とか本当これからの季節持ちたい色味で、春らしいですね。今回取り寄せたのはレザータイプ、ベーシックなものなんですけれども、ちょっと黒子風のリュガー素材もございます。でバッグの作りを見ていきます。こちらはジップで開けるようになっていまして、中は本当にシンプルですが、実はブランドのロゴが中に入っていて可愛いですね。可愛いですね、遊び心がありますね。そうですね、あとはさりげなくここに小さなポケットもあるので、ここによく使うカードとか入れておくのもいいんじゃないかなと思います、はい、では実際に中にどのぐらい入るか見ていきたいと思います、はい、結構小さめなので、うん、携帯が入るかまずは試していきたいと思います。すっぽり入れることができました、はい、続いてちょっとミニ財布が難しかったのでフラグメントケースを今回は入れてみます。こちらもすっぽり入れることができました。あとはリップなどのコスメを入れていただいたり、ハンカチを入れることができました。全部入れるとこんな感じ、閉めてみてもすっきり収めることができました。実際に持ってみました。ハンドルがしっかりしているので手でも持ちやすく、肘にかけても持っていただけるかなと思います。肩にも問題なくかけることができました。次にご紹介するのがゼドレペプというブランドのバッグになります。このポコポコした素材がトレンドっぽくて可愛いバッグになるんですけれども、韓国の女優のハンソヒさんという話題の女優さんが持っていたことですごいバズったバッグになってます。このシリーズは予約待ちになるほど人気なモデルなんですよね、確かに待っても欲しいと思いますもんね。可愛い、とにかくこれ軽くて、で手洗いもできるっていうのがすごく嬉しいポイントですよね。本当にデイリー使いで気軽に使えそうですね、はい、そうですね、なんか学生さんとかも教材とかも入れられていいんじゃないかなと思います。中の作りを見ていきたいと思います。まずここはスナップボタンがついていて開閉できる形になっております。で中はポケットが一つついております。非常にシンプルなんですけれども、本当に何でも入れられる大きさでデイリー使いしやすそうな作りだなと思います。では実際に中身を入れていきたいと思います。結構大きめなのでパソコンだったり A4 の資料も入るんじゃないかなと思うんですけれども、はい、問題なく入れることができました。続いて他のものも入れていきます。今すべて入れた状態でボタンを閉めてみたんですが、問題なく収めることができました、はい、なのでやっぱり通学だったりとか、はい、通勤にも使いやすいんじゃないかなと思います、はい、実際に持ってみたんですけれども、ハンドルの部分が少し長めになっているので手持ちで持つと若干長いかなという印象はあります。肘に持つことは可能です。肩にも問題なく持っていただけるかなと思います。続いてご紹介するのはドゥーメリエルというブランドのこちらのバッグです。こちらのブランドは1万円台から3万円台くらいで、大人の女性にぴったりの上品なデザインが揃っているブランドです。こちらも実はカウレザーを使用しておりまして、すごく高級感のある質感になっています。高級感あるんですけれども、価格はこちら1万円台とかなりお手頃になっています。今回はスモールサイズという結構コンパクトなサイズを選んだんですけれども、もう少し大きいサイズもございます。ではバッグの作りを見ていこうと思います。まずここがハンドルがこう留め具がありまして、パチンと留められるようになっているので、ワンハンドル風に持つこともできますし、こう外して2つで持っていただいて
ても大丈夫です。この機能って結構大事なポイントですよね。そうですよね。かなり持ちやすく手持ちで持つときは便利ですね、はい、ここはジップで開けられるようになっていまして、中身はこんな感じのベーシックなボストンタイプのバッグです。ここに小さなジップタイプのポケットが付いておりまして、ここにも物を入れることができます、はい、そして取り外し可能のショルダーストラップも付いています。こちらが3段階で調節ができるようになっていまして、この大きさだと斜め掛けした時に鎖感覚になって可愛いなと思います。続いて収納力を見ていきます。こちらかなりコンパクトですけれども、ミニ財布から入れていこうと思います、はい、こんな感じで入れましたが、特に窮屈感はありません。ただちょっと物を出し入れするとき、革がちょっと固めなのかなっていうのあるので、下にあるものが取りにくい感じはしますが、見た目の割にはたくさん物が入るかなといった印象です、はい、実際に持ってみました。本当に手持ちで持つのが一番いいのかなと思います。ちょっと肘にかけるのは、薄いニットであれば大丈夫なんですが、少し分厚いニットだときつくなるのかもしれないです。ショルダーストラップですが、一番短くするとこんな感じです。手に持つこともできます。肩にかけてもちょうどいい長さで可愛いと思います。今一番長くしてみました。こちらだと斜め掛けができます。こんな感じでちょうど腰のあたりでちょうど良い長さになりました。ということで今回は3つのバッグをレビューしました、はい、どれも本当に知る人ぞ知るというようなバッグ でした、ね、すごく紹介してて楽しかったですよ ね。今回ご紹介したこちらのアイテムは全て概要欄にリンクが貼ってありますので、気になる方チェックしてみてください。この動画がいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録もお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。